皆さんはこんばんにちは、どうも、ヒトポンです。マリサだぜ、今回はバスティオンか。おい、もしかしてだけど、金武器です。やっぱりか、かっこいいでしょ。かっこよさなら移動メーカーとかゲンジとか、使えないキャラは却下、ゲンジは次溜まったら買うかもしれないが、さすがにこの距離で倒しきれないか。あの短時間で倒せたらおかしいと思うぜ、バスティオンならワンチャンあるかも。お前の中でバスティオンはどういう立ち位置なんだ？G.O.D. なるほど、カニですか、そうですか。いや、カニじゃないよ。カニだからね。知ってる。てか何があってバスティオンがそこまで美化されてるんだ。結構アンチキャラ多いだろうに。生放送見てくれてる人なら覚えてるかもしれないけど、ライバルダストたまるちょっと前の試合で味方のバスティオンが無双したからね。仕方ないね。早速やられてるんだが、トラックはどうしようもねえ。そしてものすごく久しぶりの倍速編集。これ知ってる人はまだチャンネル登録3桁もない時に見てくれてた人じゃないかな。いつの間にか4桁だもんな。自分のやりたいようにやってるだけなのにね。ありがたい。てか取れたな。思ったんだが味方にライン張るといないのか。そうなんだよね。正直スナイパー来たらやばいかも。倍速倍速。ラインハルトの盾は優先的に破壊していくよ。ロードホップとかもいるし、壊しておくと相手の前線下がるからね。眠らされてるんですが、盾がないから仕方がない。おはようございます。おはようございます。向こうにジャンクラットが見えるな。ナイスゲンジ。このままラインハルト倒せるかな。よしよし、回復もあるしゴリ押しでいっちゃおうか。相変わらずの火力だな。アップで入ると後輩かないけどね。頭判定消えるし今よりも弾ばらけるしね。いやー、味方が強いからなかなか死なないな。前線を作ってくれてるからな。すごく、順調です。あ、やっぱり眠らされるのな。これはしょうがない気がするけどね。危ないから必殺技を使うよ。おい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 、流血派こっちに来るのかよ。体力がめちゃくちゃやばいことになってるぞ。なんか耐えれた。先に回復しておこうかな。思ったんだけどタンクモードの方針も金色にしてほしいよね。まあないものねだりしても仕方がないけど。そして安定の位置。ハルトいない時は基本的にやらないんだけどね。安定してるから普通にここでセントリーモードになるよ。動画的にこんなにすんなりいけるのもあれだけどいいのかな。味方が強いからな。まあ何回も負けて動画が撮れないよりかはマシか。いやぁ、さて、結構いいところまで押し込めたが、やはりここで詰まるか。攻めれる場所が限られてるのと入り口が狭いからな。守りやすいし、リスポーンも相手の方が近いし。友人剣は積極的に攻めるよ。逃げれないし。この位置は間に合わないか。あとちょっとで壊せたんだけどな。霊もそこまで良いわけじゃないからね。さて、援護射撃でいいかな。味方が強くて基本的に何もしてないけど勝つことができました。味方に感謝。というわけで今回はこれでおしまいにするよ。また別の動画で会いましょう。それでは。バイバイ。